つみさん、眠シチュエーションです。お昼ぶり、ヤッホーヤッホーヤッホー、じゃ、増すんで、じゃ、増してサイドプリン、サイドプリンよ。こんばんは、こんばんは。お昼寝してた、お昼寝した。本日二度目のサブシチュエーション、はあ、じゃあ、あくびこらえながらやったからもう一回こう。本日二度目のラブシチュエーション、 OK、 いけた。ハートありがとう。眠たいな、眠たいな。こんばんは、スキピース。ちょっと耳のなんか今カサカサ言った。やだやだ。こんばんは、こんばんは。頑張ろう。ハニーさん、ハートありがとうございます。お昼ぶり、ヤッホー。明日は夜だけ。待って、分からん。プピポピさん、プピポピさん、ハートありがとうございます。プピピ、プピピ。アイスのスプーンの、オッケーオッケー。今日はね、ちょっとね、眠いわ。白目向いてないわ。で、今日はね、早く終わります。ちょっと眠たいので。ハワイさん、モテありがとうございます。ありがとう。調子はどうだい、調子はどうだ、元気だ、元気よ。多少ちょっと眠たい。第一コピーマルさん、ありがとうございます。サイドポリも勇気ありがとう。リカピが寝るのをみんなで眺める。何がおもろい、何がおもろい。もうね、ほんとにね、なんか、なんで眠いんだろう。わからん。はぁ。それるのいるで。こんばんは、こんばんは。こんばんは。髪型ありがとう。今日もくくってるので一本です。尻尾が今日一本しかない。ハリーさん、アイスありがとうございます。アイスだけに。あくびがやる。ガチフェーズやりますか。じゃあ寝てはいるんやけどね。 LK20 さん、にゃー、ありがとうございます。ありがとう。鈴木さんもハートありがとうございます。ありがとう。今日髪型いい、マジね。ちょっとね、だから早めに終わります。早めに30分かな、40分かな。11時に壇上読んでぐらいかな。ちょっと今日は眠たい、眠たい。あ、そう、 STU の2期生の胸ゆきりかさんがフォローしてくれてたらしい。オーディションの時から一人だけ、10期で私だけ。嬉しい。わかった、キャッチフレーズする。あなたのスキピはって言ったら、初見の方も初見じゃない方もリカピーって言ってください。お願いします。あなたのスキピはリカピー、ピークラブを届けます。ラブシチュエーションしませんか。大阪出身の大学1回生18歳の木内理香子です。リカピって言います。よろしくお願いします。ネムピー、あ、正解。タコピー、あ、タコじゃないです。リカピ、オッケーオッケー。イカピー、あ、イカピーじゃないです。スヌーピーじゃないです。スヌーピーの耳あるわ、そこに。リカピー、リカピーじゃない、リカピじゃなくないです。ちょっと調子が。ミオピー、あ、ミオチュー、人違いですね。カキピー、あれ違いますね。は、え、まだ花ピー、あ、開けてないですね。あ、もう、あ、治りました。へそピ、へそピも開けてないですね。ラブシチュー、あ、ラブシチュー、ありがとうございます。ラブシチュー、ありがとうございます。おい、やめて。パリピッポン。ギョギョ。こんな感じ。今日もこんな感じ。あ、ピピ。ピピ。あなたです。ピワー、ピピ。何がおもろい。リカピよ。リカピ。間違えた。リカピよ。キャッチフレンズ1個。パクってない、パクってない。
うん、再現爆弾 MP2 じゃない、後ろ見て見て、やんのかお願いします、やんのか、あくびあくび、そりゃそう、キレがない、キレがなくてすみません、キレがなくてすみません、ペンタロウが会話に謝ってくれた、ほぼすっぴんな感じ、今日はもうね激薄、なぜならもう寝るから、そうよ、リカピよ、私はお疲れさん、ありがとうございます、今日ミクルンがリカピ降りたよ、マジ、なんて言ってた、なんて言ってた、アトビさん、ありがとうございます、代わりに謝ってくれるか、お疲れさま、ありがとうございます、ペンタロウ我慢ね、仲良しやからな、そう髪型変えました、それでも嬉しい、明日は夜だけ来てね、明日も、明日はしっかり寝てやるのでちゃんと喋ります、いつものように、そうずって、いや全然聞き上手とか、自分ではね全然聞き上手とか思ったことないんですけど、なんか同期のはやかちゃんがなんか木内さんは聞き上手だって言ってくれたらしくて、いやいやもうちょっと本当に営業妨害だから言わないで言わないで言わないでっていう気持ちなんですけど、まあなんか本当になんかって感じ、どうぞ、ありがとうございます、ありがとう、待ってわからん、恋しい恋しい、大学始まってんの、始まってるよ、どうもさん、ハートたくさんありがとうございます、メンタルはね、そう聞き上手、普段どんな営業してん、違う、ちょっと本当に気がそういう意味じゃないじゃん、ちょっと聞き、なんか話すなんていう人の話聞かなそうと思ってるでしょ、正直でもね、聞き上手なんて言われちゃってもバラさないでバラさないでって感じ、もう本当にバラさないちょっと代わりに出てくる、いや待って待って、え、なぎさんのイメージ流れてた、嬉しい嬉しい、じゅんさんさん、ハートありがとうございます、じゅんさんさんまで言った方がいいですか、じゅんさんまでいいですか、ルピポルピポピさん、おんぱおんぱありがとうございます、そう、はやかちゃんがね言ってくれてたらしいです、いがらしはやかちゃんが、ちょっとね本当にね眠たい今日はね眠たいです、電車乗るの今から、そう大変、それは、じゃあ無音で見ましょう、無音で笑っても美味しいけど、本当にね今日ねちょっと眠たい、あ、トムフリオさん、いつもありがとうございます、くもありがとうございます、ありがとう、いつも本当にありがとう、ありがとう、こんばんは、こんばんは、3まででお願いしたい、順3まで OK 了解した、言わせてないよ、来てくれてありがとう、来てやってくれてありがとう、本当にね今日もラブシチュエーションしましょう、雑なりかピータスじゃない、雑じゃない、やんのか、闇営業してないよ本当に、純粋にね私は思ってもないのに、全然自分のことね天使とかね全然思ったことないんですよ、全然思ったことないのに、ミレイちゃんとアナンちゃんがもう天使って言ってくれちゃうから、ちょっと本当にもう恐れ多い恐れ多いって感じなんですよね、あ、やばい怒られるわ、各所にすみませんでした、すいませんでした。すいませんでした。オッケーオッケーオッケー。え、いやお金払ってないし、やめて本当に。はあやめて、はあやめて、はあやめてよ。ね、違う。悪魔はやめて本当に。はあ、もう違う、はあ、もうおかしい。アナナにつけ、あ、そう、アナンちゃんは私なんか10期生の同期に全員にあだ名をつけてて、私にスキップ天使っていうあだ名をつけてくれて、でまあ四捨五入したらスキップ天使って、四捨五入したら天使じゃないですか、だからあれ四捨五入したら天使かと思ってんおなみじゃないよさん、ありがとうございます、え、アナンちゃんこっそり見てんの、嘘、いるかな、今日は、今日はいますか、今日は10期生誰がいますか、いらっしゃいましたら、よければねコメントが、コメントしていただいた方には先着で1名にチロルチョコプレゼントさせていただきます、あ、いなそう、いなそうはぁ、あ、やめてよ、スキップ以外を残すやめてよ、ごまつり上手なこの時でもね、本当にね10期の年少組はね、みんなねちょっとしっかりしてる、なんて言うんだろう、しっ
っかりしてるからね、本当にお世辞なのかもしれない。そうパクってないからね、本当にやめてね、パクってないから四捨五入言って便利よ、本当に使って。チロルチョコ欲しいでしょ、だから、ね、誰かいるかな、いなそうですね。今出てきたらちょっと面白い流れなんですけどね、いなかった、悲しい悲しいお忘れちゃうし。四捨五入より切り捨て派です。厳しい厳しいお言葉、ほんまりがかチロいな、やめて。笑い方褒めてくれてありがとう、なんかあのすそうか、時間も時間だもんね、私でもこんなに眠いのにね。11時になったら壇上読んで読みます。あ、鈴木さん、クマありがとうございます。クマありがとう、ありがとう。こんなね、こんな感じでごめんね、本当にもっと面白い話をします。これから今後はちょっと伸びしろに行きたい。四捨五入してフォローして、なんで四捨五入したらフォローしようってなるじゃん。そう、フォローしてない方よかったらフォローよろしくお願いします。ミユピおらなそうやな、およそおよそやめて。四捨五入、四捨五入ね、めっちゃ使いやすい本当にね。今日お昼の配信してたんですよ、そしたら今日のお昼の配信で四捨五入したら顔がん、あの眼力が強いって言われて、四捨五入したら顔やなって言われたんですよ。私四捨五入したら顔らしいです。どういうこと、なんでフォロー外すの悲しい。無音に線取って、あ、ラブシチュエーションになってる名前が分かりますよ、柳健さんですよね、私は分かります、心の目があるので分かります。ラブシチュエーションでしょ、ハートピンクでしょ、フォローしてました。無音だ、死者誤入したらペンタロ、まあそれはそう、今でももろい、まあそれはそう、それはそう。四捨五入したらリカちゃんとなるんですね、いやでもそれはちょっと違う、ちょっと嫌だそれはちょっと嫌だ、もうほんと四捨五入せんでも眠たいもん、切り捨てしても切り上げしても眠たい。ラブシチュエーションって何ですか、そんな降ってくるって言ってんじゃん、てかもうラブシチュエーションしてんでしょって。四捨五入はまだ、え、まだ話です、知ってる、知ってるんだから、もう知ってるんだから、そんなことしても知ってるんだから、すごいでしょ、フォローしてます。ラブシチュエーション。ゆうぽさん、ありがとうございます。34番さん、SK 受かったら、私から行くね。あ、受かったんですよね、一応。もう、34番が、もう卒業して、ちょっと、研究生に受かったんですけど、ちょっと。ちょっと。ペンタロウ。ごめんな、ペンタロウ。フォローしてないとかないですよね、逆に。フォローしてる、知ってる、知ってる。初見です、違いますやめて、落とさないで、普通に、もう本当に困っちゃうそう、ラブシチュエーションはね、とても飲みやすくて、なんだろう、健康にもね、ちょっと体にもいいんですよ。なんて言ったってね、ちょっとね、これもうどこにからでも汲んでこられる、皆さんいつも飲んでると思います。これもうカレーにも入れるし、なんだろう、朝ね、一杯飲みようって時もね、なんでしょう、このオールマイティー、オールマイティープレイヤー。メールの返信ってことですか、どういうこと、人違いで知ってるんだから。11期で、そう、11期っていうのは本当に黒歴史だから、まだ覚えちゃうんだ、いや待って、受かったんよ、長くない、ちょっとそれを気のせいじゃん、受かったんよ、おめでとうしたやん、一回な。アルコールどうしたら 7% ですか、いや、私ちょっとね、こちらの一応ね、未成年なんですね、私こう見えて意外と、なのでこちらのな ZERO です、 ZERO です、よろしくお願いします。違う違う、井戸じゃない、これ川から汲んだ、川から汲んだんよ。よかったんよ、一応。こんばんは、こんばんは。今日はね、川から汲んできました。すっぴん、ほぼすっぴん。もうね、もうね、あの眠いから。今日はもうありえないぐらい眠いから。あ、哲夫さん、かわいい、めちゃくちゃ久しぶりじゃないですか。え、私、知ってるんですよ。もうオーディション以来来てくれてなかったの、知ってるんですからね、本当に。知ってるんですからね。
びっくり。がってくれて嬉しいです、ありがとうございます。誕生日おめでとう。ありがとうございます。ちょっとね3月14日なんでね、結構まあ日が経ってしまったんですけどね、本当にね、ありがとうございます。そこにでした、おいでした。知らんねん、木曽川。木曽川知らんねん、ごめん。あ、三大川か、ちょっとごめん、それ忘れてた。ちょっといつもね、あ、綺麗ですね、ありがとうございます。先生、綺麗じゃないです、先生。いつも眠いイメージで、あ、それはそれ。琵琶湖の、いや、川の水ですね、そこら辺の川の水です。めっちゃ覚えてるんですよ、私。ちゃんと覚えてるんだから、覚えてますよ皆さん。違う、覚えてるじゃん、もうやめてください本当に。ごめんなさい。あ、初見、ヤッホーヤッホーヤッホー、こんばんは。ちょっとね今日はね眠たいからね、ちょっと時間、配信時間が短いんですけど、フォローしてよかったらまた来てください。覚えてる。記憶力ほんと、いや、マジでほんとになんかひどいわと思う、ひどいやなと思ってました。私はもうピエンって感じだった、悲しかった。ノーモーション、そう、すぐ嘘つく。いや、もう覚えてます。なんでそんな覚えてないと思うんですか。逆に生物基礎全国模試1位ですよ。そんなね、そんな記憶力をね舐めちゃいかん、ほんとに。覚えてるわ、ほんと怖い怖い。バッチリメイクしながらすっぴんとできるぜ。違う、あのね、本当にね、お肌はね、すっぴんなの、本当に。この辺は本当にすっぴんなの。でもね、リップとね、この辺はね、ちょっとやるの、ちゃんと。透明感にして、しっかり色付き。あ、いすずちゃん。イベント大変だからしょうがないよ。そんな、忘れてるとかじゃないよ、絶対。フォローしました。ブログ面白いので、私、ありがとうございます。よかったら質問ね、ください。777でさん。質問ください。若いっていいね、若いっすか。あるさ、消しゴム落として隣のとこの子に拾ってもらった時のパト、あ、ちょっと渡されたっていう手ですね、これ。あ、ありがとう。これですね、どうですか。初見です。あ、職員じゃないです、覚えてます。もうショールームハマってる、嬉しい。もう覚えてるんだから、本当にすぐね、そんなね覚えられてないみたいな感じです。覚えてるんだから。あ、バラタクさん、ありがとうございます。お久しぶり、本当にお久しぶりです。お久しぶりすぎる。ちょっともう定期的に皆さん来てくださいね。来なくなったら気づきますからね、私ちゃんと記憶力あるんだから、本当に。リリコピさんもありがとうございます。アイス、お疲れ様、ありがとうございます。あずありがとう。覚えてるよ。なんで、いや、覚えてますよ、マジで。好きかもです。あ、ラブシチュエーション。影じゃないですよ、もう全然。太陽、直下型日光ですよ。調子悪い今日。もうやんのかタントタンさん、めっちゃ声ありがとうございます。かわいい、こうやって、かわいい、こうやって、かわいい、いつもありがとうございます、本当にありがとう。直下型日光を入れる、直下型日光を使っていこう。寝落ちしてた、私も眠いからね、ちょっと皆さん寝ましょう。懺悔の印のブランもあれ、絶対またね来てくださいね。そしたらもう全然もうキャラにしますんで、もうひどいんだから。ほんとこの子すごいんです。そうなんです、私すごいんです。なんて言ったってこの分け目、この分け目がね、60度、30度、90度の三角定規になってるんですね。それはすごい。ん？間違えちゃった。イベント頑張ってください、本当に。皆さん大変だと思うけど、頑張ってください、本当に。ショールーム自粛、大変、それは。なんで？癒しがなくなるよ。チョイスさん、かわいい、ありがとうございます。すごいっしょ。45、45、90じゃないよ、60、30、45の前髪なの。いいでしょ。うん、やめて。お久しぶり。お久しぶりじゃないよ。
かもしれない。やめて、褒めるときはしっかり褒めよな。仲良しやん、うちら、うちら仲良しやん。調子悪すぎる。エアポーさん、ありがとうございます。ブログの質問何でもいいよ。もう本当にね、面白い質問とかしなくていいよ。何でも質問してきてください。おでこに三角定規ついてるよ。正解。はい。細かいでしょ。全然こだわってないです。こんなんもう一回キュッてやるだけ、本当にキュッてやるだけ。名乗ってしないよって、ちょっとやめてよ。本当に知ってる知ってる。マブじゃん、マブじゃん。ブーン。ちょっとね、もう本当にね、そうなんです。ね、すぐね、忘れそうって思われるんですけどね。え、ありがとうございます。LK23 めっちゃ可愛い。ありがとうございます。いつもありがとうございます。可愛い声で、可愛い声で、可愛い声で、ありがとうございます。昼配信でハマりました。名前に乗ってくれてるし、ありがとな、こちらこそありがとな。ずっともな、うちらずっともな。ボケるだけだけください、ね、ちょっと大阪活用していかなきゃ。角度測りたいけど、角度測りたいなって時は私の前髪を使ってください。いやでもあの質問はちょっと難しい、ほんと答える側が難しい。ボーンは何なん、なんかかっこよくない、だから会った時にこうやってやるのかっこよくない、は早めてそう眠いのちょっと本当に。ハートありがとう。忘れたらまた好き、まあそれはそうなんだけどね、私はね、ぜひそんな記憶力に自信があるってわけではないんですけど、そんなすぐ忘れるわけではないよっていうことが言いたい。先生、え、よくない本当に。試験で使えない、え、どういうこと、え、待って、話わからなくなっちゃった、どの話の回しかわからなくなっちゃった、ごめん、森カペリ決めちゃおうかな。だってそうだよね、なんか決めちゃおうかなって思っちゃってる時点でもハマっちゃってるよね、スケビ。スケボちゃんさん、ハートありがとうございます。もう忘れてないじゃん、もうすぐそんな忘れてたくせにとか言って、忘れてないのに本当にもう困っちゃう、困っちゃう、絶対来なくなる。なんで名前がね変わったのにも気づいてるんだよ、もう本当にもうやめてよそんな。また、あ、嘆きですね。今日眠たい、本当に眠たい。ハートありがとうございます、たくさん。なんて素敵なラブシチュエーション。今日は、なんで眠、なんか部屋を暗くしてるから最近眠たいのかもしれない。どう思う？どう思う？覚えてるよ、だってそんな毎回毎回写真撮ってんのに。みおちゃんもね、休憩の時からでしょ。第一コイパラさん、かわいい、ありがとうございます、ありがとうございます。サイドボーカルポニーかわいい、嬉しい、ありがとう。ちょっとね、制服のコスプレ配信するので、また見に来てください、フォローして皆さん。オーディションぶり、嘘、オーディション、嘘、オーディションぶり、本当にありがとう、本当に。オーディションっていつ頃やってた、いつ頃やってたっけ、11月10月、その辺、その辺やで、その辺やで。そう、今日はね、今日お昼配信した時にね、顔が緑色だったんですよ。なんか光の加減か顔色が悪かったのかわからないんですけど、ちょっと本当に嫌だった。そう、制服です。フォローは、なんでフォロー外すんですか。最近外出たよ、出てない。みおちゃんか、みおちゃん誘ってみる、電話配信。リカピの寝巻きはパジャマスウェット、あ、どっちもある、パジャマ、パジャマ、ジャージ、スウェット、パジャマ、ジャージ、スウェットって感じ。フォローしてないですよね、知ってますよ私。なんでって話よね。そう、緑やったんで。ちょっと待って、コメントめっちゃ流れちゃった、ごめんね本当に。オーディションぶりじゃないよ、前だから来てるよ。握手会1回、映像なショールームで知ってる人だったら分かると思う。あ、ミザーこれでしょ。フォロー外してもいいことないです。あ、イカの着ぐるみチェックしました、こんばんは。今日曇りだったからね、昼の配信してもね、光漏れしなかった。今度フォローするね。いやもうしてるでしょって。
ね、本当にやだやだ、知らないからフォローした。ラブシチュー毎日毎日来てくるの知ってるんだから。とりあえずメール取りました。マジ？ゆかりさんありがとう。そうね、頑張るわ。毎朝ダジャレ送ってるから毎日が楽しくなりますよ。あ、テロップ入れる？ちょっともう終わるんよな、でも。もう終わるよな。ちょっと明日はちゃんとやるので、明日も10時、明日10時にしよう。10時でいいですか？10時半がいい？来週フォローします。何してるでしょ。あ、そう、リカピのリカピ、そう、名前をね考えたの。そうそう、ジュミちゃんこれ今日変えたからそうそう、朝ダジャレ送ってるんです。多分初見、ヤッホー、ヤッホー初見さん、ヤッホー、ヤッホー TYS、 ありがとうございます。ありがとう、いつもありがとう。なんで11飲んで許可ゲットしたから明日やるわ。じゃあそれ、あの名前みんな初見さんのやつがそう、なんかそう名前考えるので、よかったら案があればハッシュタグみょみょみょでお願いします。いや、朝5時に配信して誰が見てくれるんですか。鈴木さんハートありがとうございます。待って、流れちゃった。ゆうぽんさんハートありがとうございます。ともさん笑ありがとうございます。初見さんに自己紹介は OKOK、 やります。今から滑ってないもん。ラブリックピーズかわいい。え、何それかわいい。え、急にかわいい。あ、見ました、ハッシュタグで。ちょっとそれまとめます。明日まとめるんで、明日投票するので投票来てください。朝5時見る？朝5時できない、本当にごめんちょっと本当にで、ごめんなさい本当に。あー、捨て星のために朝5時に待っとうけど嘘でしょマジ？え、ちょっと本当にどう思う？え、本当にやったら来てくれるならやりますよ、全然。ちょっと本当に。それはもう今から任せろ。じゃあ自己紹介します。おはようございます。おはようございます。不調すぎん。おはようございますとか言ってもうたで。はじめまして。はじめましてじゃないね。待って待って。大阪出身の大学1回生のリカピこと木内理香子です。よろしくお願いします。うん、気持ち。そう、マジやるときやる、来ないよ、どんまい、本当にどんまい寝てるな。やったら行く。いや、え、マジで来てくれんの。一応それは無理させてしまえば、こっちにもうね、マジ30秒だけ見に行く。え、じゃあ明日の配信の時間だけ決めたら寝ます。かわいい、本当に嬉しい。かわいい、本当に嬉しい。ちょっとやめて、初見さん、そんな、あのね、そんな、あの、かわいいとか言われる。ちょっと待って。ニヤニヤしちゃうから。よかったらフォローしててください。いや、そう、眠いもん。じゃあやめよう。そんな、じゃあ、ちょっと、やめよう、本当に。え、5時にやったら来てくれるんですか、本当に。それならやりますよ、全然、本当に。楽しくなっちゃって。ノリで。え、かわいい、やめて、本当に。ちょ、怖い。本当に怖い。ね、やめて。やめて、本当に。違う、本当に。怖い。やめて、かわいい、やめて、本当に。怖いんだから、本当に。自分が見たいだけやろ、そりゃそう。いや、誰が行くか、橋本環奈さんや。5時半で。こっちは5時半までやるけ。いや、マジで無理やねん。LK さん、かわいい、ありがとうございます。フォローしやした。マイメン。かわいい、やめてって、ほんとに。かわいい、初見さんまでかわいいとか言わんでいい、ほんとに。怖い、ほんとに。え、そんな言わんや、ほら。フォローもしてよ。まあいいね。ちょ、かわいい、やめて、ほんと。もうかわいい、ちょ、イライ。違う、ほんと、え、何急に。ちょっとほんとに、え、誰とか言っちゃった、ほんとに。ごめんなさい、ほんとに。ちょっと。もうほんとに。もうか、ちょ、まじかわいい、いらんわ。ちょ、かわいい以外のコメントして、ほんとに。本当に、いやいや、これ本当にもう何、みんな今日、え、何ちょっと待って、本当に、じゃあ誰ば、ちょっと、え、いや、いや、かわいい、ありがとうございます、ギフトもありがとうございます、ギフトありがとうございます。ほら、マジ、ちょ、マジ、もう初見さんまでそんな、いや、変な褒め方してこんの。違う、マジ、怖い、本当に怖い、やめてよ。
天使いらん、ほんとに。スキピ、あ、スキピだ、スキピ。ほんとに、もういいよ、いいよ、いいよ、ほんとに。いや、マジほんとに。いや、言えるってほんとに。何、今日ほんとに怖いんだけど。いや、マジ人生で一番怖いって言われてます、私今。めちゃめちゃ可愛く登録しまして、ちょっと待って、そんな、やめてほん、初見さん、ほんとに、ほんとに、マジ違うよ、違う。ちょっとほんとにやめて。違う、違う、違う。いや本当に褒めないですって言ってるじゃん。めちゃくちゃ面白いコメントしてくる。ちょっと待って本当に、え、どうしよう、待って、え、お母さん、お母さん、あのちょっと助けて、助けて一人暮らしなのに、え、ちょっと待って本当にどうしよう。もう分かった分かった分かった、もう本当に、いやもう分かった分かった分かったって、本当に分かった、ちょ、分かったかな。あ、はじめまして、はじめまして、ちょっとちょっと本当にありがとうございます、本当に初見さん、マジで、でも可愛くないよ、ほんと。もう褒めないで、褒めないで、ほんとに。あの頃は可愛かった、どういうこと。いや、ほんとに。いや、もうほんと、いや、もうほんと、やめて、もう変な褒め方してくるのに。いやいや、ちょっと、マジで、ちょっと。いや、ほんとに。ねえ、ちょ、コメント止まらん、ほんとに。ちょっと待って。いや、もうほんとにやめて、ほんとに。ちょっと待って、ほんとに。え、いらんわ、そんなん。違う。違うやん、ほんとに。熱い。違う、本当に、いやいや、怖いわ、なんか怖い、え、何、ちょっと本当にやめてよ、本当に。違う、本当に、もういい、いい、ほんまに褒めないで、ちょっとマジで、ちょ、ほんと今日なんか、ちょ、褒めないで、褒めないでって言ってるじゃん、で、ちょ、ほんと早く止めてください、マジで、ちょ、いい加減、いい加減にして、本当に長いわ、長い長い、え、同じネタって何回もやったら良くないんですよ、本当に。もうマジで終わる終わる終わります、終わります、終わります、え、いいんですか、明日本当に5時に配信しますよ、調子乗っちゃって、で誰も来ないとかやめてくださいね、ちょ、マジ褒めないで、ちょ、いつまで続けるの本当に、いや、マジ本当熱っ、はぁ、いや、マジ、いや、マジニヤニヤした、はい、いや本当に、ラジオ読む、ラジオ読むよい、もちろん読むよい、いつもありがとうな、本当にしばらく会ってなかったけど、名前間違えてやめて、本当にもう本当に褒めないでいいから、もう褒めハラスメントですよ、褒めハラスメント、褒めハラ、これは褒めハラ、可愛いハラスメントってやめてください、起きるの、え、逆に皆さん起きますか、本当に、じゃあ投票します、投票する、投票する、投票して、投票結果をあの5分に締め切って11時5分に締め切って終わります。投票どこ？だから夜の10時か朝の5時と夜の10時の両方、どっちか。1が朝の5時。1が朝の5時。で、2が朝の5時と夜の10時。褒め晴らされた、本当に。5分っていうのはちょ、あとちょっとってみ、あと1分、あと1分ってこと、え、だから夜の10時だけが2票、2票じゃない、2番、朝の5時と夜の10時が1番、朝の5時は確定、うん、だから夜の10時が確定で、朝の5時ありが1番で、いや5時にはやらん、ちょっと待って、朝の5時確定じゃない、え、朝の5時が1で、朝の5時と夜の10時が1、2は夜の10時だけ、ごめんごめんごめん、ちょっと待って待って、やり直して、やり直して、ちょ、やり直していい、やり直していい、一回、ちょ、待って、分かった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 、ちょっと待って、もう一回やり直すわ、あ、1が朝の5時と夜の10時、2が夜の10時、1が朝の5時と夜の10時、2が夜の10時だけ、じゃあやり直した、アナキスしよう、2はそう夜の10時だけ、1が5時と10時、マジで5時になる、いや全然いけるよ、私だってその後に寝ればいいんよ、起きなくていいよ、みんな起きなくてもいいよ、一人でやるから、そうそうそう、
パジャマ、もちろんパジャマ、それは。5時になってみんな、マジ多分5時には誰もおらんのよ、絶対。で、間に合わんかったら、それはもうマスクで出るわ。あ、終わりますね、じゃあ。いい感じに、いけたかな。え、1の方が多いんやけど。だる。ちょっと待って。閲覧数5人、50人やめて。起きれんからもう寝ないで起きてます。え、ちょっと待って、それは寝て。それは寝て。いや、見に来なくていいですよ、だから。え、投票したん、自分たちですよ、本当に。やめてください。いや、オールしません、私、マジで眠いんで。もう草生え散らかすわ。誰でしょ。じゃあノリがね、ノリがの話を。やるのは楽しみよ、本当に。だって朝やるの初めてだし、おもろいな。こちら星集めていくけど、星集め勢が来てたとね。ちょ、頑張るわ。じゃあ頑張っておきます。うん、頑張る。OKOKOK。 目覚ましもう10個ぐらいかけるわ。起きなくても許して、でも本当にそれは起きなくても許して、これだけは。あ、でも起きてくださるファンの方がいるのは起きなきゃダメですね。起きます。OKOKOK。 ちょ、待って、寝坊しない、本当に。頑張る。頑張ります。はい、OK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 。 いや、目覚ましかけるわ。じゃあ今目覚ましかけたら男女読みます。目覚ましかけるわ。うわ、マジ変なノリやで、こういうの。本当にね、やめた方が。ちょっとね、可愛い可愛い言われたから、ちょっと調子乗って一回だけやるだけだから、本当に。あ、きついよ。OK。起きれんかったら最下の。OK。朝9時に起きますね。OK、OK。いいよ。目覚ましかけた。そう、ちょろいからね、本当に。もう激ちょろだからね、もうそんな言われたらもうちょっと。あ、本当ですか、来てくださりますか、じゃあやります。なんちゃうから、本当に5時は合わせ、何のイベントがあるわけでもないのに5時に起きるやつ。マジそういうのやめとけ。それはそう、本当に1回だけしかやらない。もう婚礼は一生やらない。最初で最後の日。いや、もう可愛いとか言われたからちょっと嬉しかっただけ。誕生日ます。もう本当に少なくても泣かないで。全然泣かないよ、そんなんで。全然いいよ、これ誰得な。いや、誰の得でもない、本当にね。ノリ関西人っていうこういうとこがあるの、本当に。読みます。うわ、もう笑ってしまうわ、本当に。今日も見ていただきありがとうございました。では壇上を読みます。ありがとうございました。13位新園ハイジさん、ありがとうございます。12位クワさん、ありがとうございます。アトマークラブシチュエーションもありがとうございます。11位ユッチッチーさん、ありがとうございます。10位フニャイさん、ありがとうございます。9位しんちゃんさん、ありがとうございます。8位ジミちゃん、ありがとうございます。アトマークラブシチュエーションもありがとうございます。7位オタピさん、ありがとうございます。アットマークラブシチュエーションもありがとうございます。6位杉本ちゃんさん、ありがとうございます。5位鈴木さん、ありがとうございます。4位タンタタンさん、ありがとうございます。3位チョイスさん、ありがとうございます。2位 LK21 さん、ありがとうございます。1位哲夫さん、ありがとうございます。ありがとう、本当にありがとう。久々の方にも会えました。そして初見の方にも会えました。そして明日は5時から配信します。本当にねもう過去一生やりませんので、起きれなくても何も言わないでください。でも頑張っておきます。自己紹介しながら終わるので、よかったらフォローしていてくださると嬉しいです。大阪市出身の大学1回生の木内理香子です。今日でファンになりました。ありがとうございます。大阪市出身の大学1年生の木内理香子です。18歳です。大阪府から来ました。